い、どうも、猫飯のベースのおじゅんです。今日はね、12月24日なんですけど、お茶の水に来ております。あそこに見えます、見える、こうかな、はい、ビッグボスお茶の水駅前店に来ております。なんで今日来たかというとですね、僕の新しいベースが届いたということで、僕ね、この店にもう20年ぐらい通ってるんですけど、久々にまた新しいベースを買いましたので、早速受け取りに行ってきたいと思います。はい、店内にやってきました。そしてこちらが、ででん、ビッグボスお茶の水駅前店の伊藤さんです。伊藤さんです。僕もこの店に通って20年ぐらいなんですけど、結構10年ぐらいの割と顔なじみというか、はい、ご用、なんか楽器のご用名は伊藤さんで、どうぞ。はい、ということで、はい、今日受け取りに来たのはこちらです、ね、というと、これですね、こいつですね、これですね、はい、これですね、はい、じゃあちょっとケースから出してもらっていいですか。開けましょう、はい、どうぞどうぞ。はい、デレレレデレレレレレ、はい、こちらです、こちらです。はい、アイバニーズ EHD1506MSBIF ってやつです。ヘッドがないです。6弦でヘッド列で、マルチスケールってやつですね。こうなってってやつで、ね、こやつの良いところはなんか軽量、これね、さっきね、軽量です、ね、めちゃくちゃ軽いんですよね。でボディもコンパクトなので、ね、うん、だいぶ、あと、わかるかな、そしてコンパクト、コンパクトで軽量で、うん、あのただすごくパワフルなサウンドがしっかり受けるような充実したこのコントロール力ですよね。はい、はい、かなり、うん、実践でも十分使っていただける機能満載のモデルになってます。はい。でね、これがね、どれくらいコンパクトかというと、ちょっと失礼、あのね、ここに PRS のギターあるんですけど、ちょっと待ってください。なんかあんまりサイズ感変わんないですよね。そうなんです。隣にあるのがギターで、そうそうそう、これがベースです。どういうわけなのか、はいはい、大変お待たせしました。7月の下旬に注文して、そうですね、4ヶ月待ちました。でもね、半年待つつもりだったので大丈夫です。はい。なんとか、年内に間に合って。よかった。クリスマスプレゼント。そうですね、12月に、今日ね、12月24日、そうなんです、あの、はい、セルフクリスマスプレゼントみたいな感じ。ありがとうございます。というわけで、まあ、本格的に稼働するのは、ね、もうちょっと来年の、まあ、真ん中とは言わないけど、まあ来年ちょっと経ってからなんで、それまで、それになったら皆さんも楽しみにしててください。そうですね、はい、楽器のお買い物はお茶の水、ビッグボスお茶の水駅前店で、よろしくお願いします。というわけで、次は思想動画かな。はい、以上です。はい、どうも、新しいベース買ってきました。へい、こんなやつ。アイバニーズの、なんだっけ、 EHB1506BMSBIF っていう長い名前のやつを買ってきました。6弦が6本あって、ヘッドレス、ヘッドがないです。ここでスパッと切れてます。でマルチスケールね、こうなってこっちこうなってるやつが欲しくて、したらね、日本に多分今国内で買える6弦ヘッドレスマルチスケールって、まあ多分これとあと数種類あるかどうかなんですよ。なので、まあ、ちょうどいいかなと思って、あのね、僕ね、4弦と5弦と7弦は持ってるんですよ。なんだけど6弦持ってなかったの。なのでこれで4、5、6、7と揃いましたということでございます。まあ多くの人がまだこの辺にあのタグがついてる、紐とかついてるんですけど、まだね、買ってね、隣の買った店の隣に音楽スタジオがあるっていうね、やばい環境の店なんで、買
買って、その足でスタジオ来ても今これを撮ってるんですけど、うんとね、まあ多くの人が気になるであろうこれですよね、このマルチスケールがどうかっていうと、僕昔思想したことがあるんですけど、そこまで違和感ないですが、ね、この辺だから B 弦のベースの一番太い6弦、5弦ベースの5弦、4弦ベースの、まあ、4弦に当たるのかなの一番太い弦の1から4フレットみたいなのがこう、そんなのは結構しんどいかもしれない。だから C マイナーの曲とかが来るとやばいかもしれないですね。で、あとはね、僕この6弦を買った理由っていうのは、やっぱこっち向きの移動したかったんですよ。どういうことかっていうと、こう、まあ、4弦だと、まあ、仮にこう この4弦だとすると、この辺からかな、で1オクターブってことでもうね、上突き当たっちゃってこっちに行くしかなくなるんですよね。なんだけど6本あると、この動きで、ね、処理できるんですよ。まあ2オクターブ半あればいいだろうみたいな。で5弦だとちょうど2オクターブなんですけど、これがね、これが結構ね効くんですよ。多分今後の僕のベースにこれが効いてくるんじゃないかと、思います。ほんでね、このベース本体でいうとね、音は結構、地の音はね結構硬いです。中域薄めって感じ。弾きづらいところ、その2、この辺、このまあ要は端っこがちょっとねこうだからね、弾きづらいって感じ。なんだろう、ギターのオープンコードの D とか、ね、こういう音を出すときにちょっと傾けないと、こうじゃなくてちょっとこうしないと入らないみたいな、こうハーモニクスがどうなってんのかな、あんま出ねえよいしょ。そうだな、弾きづらいところちょいちょいある。このハイフレのあたりとかも意外とそんなに思ったほど弾きやすくはない。じゃあ何がいいんだっていうと、言うと、まあ、これですよね。こういう動き、この方向の動きが、欲しくてこれを買いました。で、音はそう音はね、中域が薄いんでちょっとドンシャリ傾向なんですが、なんか今ね、こうちょろっとここスタジオ来て音出してみたんですが、このね EQ がめちゃくちゃ効くんで、今ねブーストしたいんですけど、ブーストするとちょっと飛びそうなので、アンプが飛びそうなのでちょっと抑えてるっていうか、今はあれか、ほとんどブーストしてないのか。まあ音作りはね、これから本格的にやっていくんですけど、まあこれからっていうか来年か、ちょっとね年内予定がいっぱいいっぱいなんで、来年になってからちゃんと音作りを始めて、バンドに投入するのはもうちょっと先、3月とか4月とかぐらいかなって感じなんですけど、とりあえずなんかこう本体だけで相当、なんかいろいろ幅広く音が作れそうな気がします。で多分ね、ダークグラスのアンプと相性良さそうなドンシャリ、なんかちょっとモダンな感じなんですよ。モダン方向に明らかに振ってる感じがします。であとね、ここのね、なんかホーンのところ、なんか中がね中空になってるっぽい、ここだけホローボディなのかなっていう気がするぐらい、なんかめちゃめちゃここ鳴る、ここが響く。ついでに猫虫なので猫モチーフのストラップも買いました。
これね、イタリアのねライトーンっていうブランドで、なんか良さげだったんで猫飯だしと思って買いました。そうですね、音出してみるとな感じしますね。なんか改めて自分のものになってみると結構、なんかあれって感じ。なんかこう微妙にずれるんですよね。この辺はねほぼまっすぐだからいいんですけど、この辺15フレットリーグでくるとちょっとこう下がりながら前に行ける。こうちょっとこっちに下がる感じで、こっちはこういう感じでしょうか。こういう感じだけど、ここカッタウェイがめちゃくちゃ深いんですよ。ここな、だって24フレットまで行ってまだあるんですよ。これはすごいんで、めちゃくちゃやりやすい。ハイフレはまだちょっときつい、なんか慣れたりする。あとはね、やっぱ弦が増えたんでミュートするのに気をつけないといけないっぽいです。なんかさっきからホワホワ鳴っちゃってますけど、まだミュートしきれてないんで。ちょっと長くなっちゃったけど、また動画見てくださいませ。よろしくお願いします。